支援の輪は県内の企業にも広がっています。長野市のカンバーランドジャパンはトレーラーハウス型の仮設トイレを被災地に送りました。衛生面がもうとっても心配で、まあ、こういうトイレがあるんだったらぜひまあ使わさせてもらいたいと。トレーラーハウスなどを清掃しているカンバーランドジャパン。2019年の台風19号災害では仮設住宅として提供するなど被災地支援に取り組んできました。被災地では避難生活の長期化が予想されています。石川県珠洲市からの依頼で仮設トイレを届けることになり、昨夜長野市を出発しました。下水の処理機能も備わっていて、断水が続く中でも使用できるということです。例えばお子さん抱えているとか、それからちょっとまあ高齢の方とか、なかなか狭いトイレで大変をされる方がまあかなりいらっしゃると思うので、そういう人たちに少しでも使ってもらって、できるだけまあ心穏やかになってもらいたいな。今後仮設住宅用のトレーラーハウスの貸し出しなども自治体と相談しながら進めたいとしています。